武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、東京海洋大学の物理の勉強について話していきたいと思います。こちらですね、海洋大学理科は120分とかなり長い試験になっています。で、物理の場合はですね、大問がその120分で6題、出題されています。で、特徴としては力学の出題範囲が非常に、多いと、大問の6個のうち3個が、力学という傾向が、続いております。おそらくこの傾向は今後、続いていく可能性高いとは思うんですが、原子が、歴代今まで、ほとんど出ていないんですが、進化点になって、今後出る可能性は割とあるかなとは思うので、力学最優先でやってほしいんですけど、苦手分野をちゃんと作らず、しっかりやっておきたいというかですね。で、問題の難易度としては基礎的なものから標準的なもの、で一通りできるようになっていれば、十分対応できます。なので、マーチレベル、までしっかり仕上げておけば、十分かなという形ですね。学校で配られるような問題集一通り、演習問題なども含めて、全部しっかりできるようにしておけば十分対応できる内容だと思います。で、注意点としては、記述論述、図書く問題など、それなりに出てきますので、問題の答えがただ当てられるだけではなくて、ちゃんとそういった部分の、記述、論述、図、などをちゃんと、書けるようになっているかどうかですね、このあたりを意識するようにしてください。で、細かくちょこちょこ計算するような問題も出てきたりはするので、ちっちゃい計算がいっぱい出るような形ですね。なので、その計算ミス、やってしまうと連鎖反応で、全部落としたりする可能性もありますので、計算ミスは、気をつけておきましょう。典型問題のやり込みして、解き方がわからないものがないようにしておくことで、およびその計算問題集を一通り、練習してミスがないようにしておくこと、でさらに、記述論述の、対策、あと図書く練習をしっかりやっておくこと、基本的なことの完成度を上げる意識を持ってしっかり対策するように心がけてください。以上が海洋大学の物理となります。